参議院では菅総理大臣が出席しての予算委員会が始まり、野党側は与党議員2人が深夜に銀座のクラブなどを訪れていたことを追及し、菅総理大臣は陳謝しました。自民党の松本国会対策委員長代理、公明党の遠山幹事長代理、両党幹部は飲食クラブ通い、総理午前中の答弁で申し訳なく思う、その程度ですか。自粛してお願いする中にあって、8時以降ですね、あのような飲食したことについては、国民の皆さんに私は正直申し訳ない、このように思います。また立憲民主党の蓮舫代表代行は、時短営業に応じない店への過料には応じられないとして、特措法改正案の条文を取り下げるよう求めましたが、菅総理は与野党間で修正協議をしていると承知している、国会で決めていただくことになると述べるにとどめました。一方、緊急事態宣言解除の判断について菅総理は、期限となる7日直近だと世の中の準備に支障があるとして、自治体などの混乱を念頭に期限直前での判断は避ける認識を示しました。